これ水入れないとね持ってこれます。はい、でも壊れないっていう感じのやつかな。傷ついちゃった。大丈夫？大丈夫？あ、いいですね。これいくら？大体だってな、自分は変態じゃないと言ってみたりとか。いや俺は結構本当に真っ当だって。あそこに行く上野さんの生徒がどれくらいうなずいてなかったか。めちゃくちゃもうみたいな普通の人ね。みんな頭の中でクエスチョンだらけですけど、誰のこと言ってるんだろうあの人はって。
私が考えているバリエーション以上のものが自然の中には大体あって、それに対して良いとか悪いとか人間が考えている、自分の意図とは関係ないわけですからね、その誰かが何かするとできるのかもしれない。これでドブロフ読むと美味しいですよね、今ドブロフスタイルそこまでは想定してなかったみたいなことって、ステラは、まあ、自分の想像を超えてくれた事件で作品が勝手に広がっている、うん、材料なんです。静岡市の山の方、山の方最寄り駅が新幹線の静岡駅なんですけど、そこまでの車は3分、途中渋滞があるんですか。通勤ラッシュの時間帯だと安倍川渡らなきゃいけないので、そこでちょっと混んでます。こっちが落ちてもこっちが出てる。椿の方が。これ花一緒よ。ちっこいのにも入れれかったなけどな、ちっこいのにもでっかくて派手な生け方ばっかりしちゃったから。
そういうのを自分で作ることができないので。